屋根裏に関してはこの棒でこうやったら出せるんで、そっち。いや、先言えよ、お前。なんで上登ってたんすか。いや、必要なかったんじゃねえかよ、お前。いい加減にしろよ。どうも、タケトです。大森さん、今日は、はい、ちょっと電気配線をね、整理しないと、はい、ここからやっていけないんですよね、いろんな作業ね。ただこれ免許持ってないとできないということで、うん、困ってたらちょっと大森さん、はい、いい会社の方がいらっしゃいますよね。そうなんですよ。もう配線といえばこの会社だよっていう。お任せしろ、電気といえば、はい、もうだから全国の世の中の方、この会社にお任せすれば何でもやってくれるってことですね。そうです。じゃあちょっと紹介してもらいたいですけど、ね、じゃあ来てもらって、はい、すいません、お願いします。お願いします。あ、お願いします。株式会社整理です。あ、なるほど。よろしくお願いします。配線を整理と整理部はかかってるんですか。かかってないんです。整理部さんからお二人来てくれ、まあ3人来てくれたんですけどね。お名前は横川です。横川さん。そして三上です。あ、三上さん。横川っていうのは配線を横にこうかわす。それも入ってます。それは入ってる。それは入ってるんですよ。三上さんは入ってないですね。上に行くんですか。あ、でこれなんか免許持ってないとやれないって聞いたんですけど、手伝う分にはいいですか。俺全然大丈夫。あ、はい、じゃあ今日ちょっと手伝わせてもらって、はい、今日一日よろしくお願いします。お願いします。そして今日はここも解体したいんですよ。この1階のベランダのとこ、ちょっとテラスというかなってるんですよ。はいはい。そこチームオムニバスさんが今日手伝いに来てくれましたから。お、ありがとうございます。どうもありがとうございます。オムニバスさんがいると仕事早いんですよね。あ、前回はね、あれなんですよ、俺と大森さんが主導でやってたら、やっぱ昼飯食ったらもうやめちゃったんですよ、仕事。オムニバスさんが頑張ってるから俺らもやんなきゃって気持ちになりますもんね。来てもらわないと進まないんで、はい、そうなんですよ。頑張ります。そんでまた来たんだよ、親方が。ここ解体ですよね。はい、持ってきましたよ。わ、前回お前全然働かなかったからな。今回はやってくれよ。はい、今回はしっかりとやり遂げさせていただきます。今回ちゃんとやってくれなかったら、そのバッキャルって単語、はい、俺にちょうだいね。バカ野郎、おわ、やるわけねえだろ、これしかねえんだよ。じゃあ頑張ってくださいよ。お願いします。トモ君もお願いします。はい、お願いします。はい、で翼ちゃんがいないけど、行きましょう。あ、翼ちゃん、翼ちゃん、今日もよろしくお願いします。ここの解体お願いします。お願いします。ちょっと今日気持ちどうですか。最高っす。おわ、全然最高っぽくないけど。バケロー、テンション上がってきました。今やってくれたとこ撮ってなかったです。俺の方カメラ向いてたから、ごめんなさい。でも今日もお願いします。もう一回全部やり直すってことですか。はい、やり直す。じゃあこれ外してってことですね。なるほど。いや、全然抜けない。抜けない。でもいいよ。はい、抜けました。はい、それせーの。めっちゃ逆逆せーの。せーの。あ、せーので、そうですね。三上さん、いきますよ。そーれせーの。あ、ちょタイミング分かんなかった。せーの。三上さん、いきますよ。せーの。はい、三上さんがもう、はい、ちょっと行きますよ。せーの。はい、ありがとうございます。一回通しちゃいます。もうちょっと長く行こうがいいですか。三上さん、もう一回行きます。せーの。はい、ありがとうございます。もう一回、はい、行きますよ。せーの。はい、せーの。そう、そう、これで、はい、そう、俺の分で引く。そうか、そうか、そうか、わかりました。で、一回出して、
渡してからここで行くってことね。行きますよ、せーの、そーれ。おー、なるほど。全然俺掛け声意味ないことやったんだ。こうのボックスの中に、ボックスの中、ここに穴2個開いてると思います。これですか。本当だ。これに今の線を通してもらって、せーの、そうだね。いや、一人だからいらないよ。できた、できた、ほら。あ、できた、完璧です。これでいいですか。はい、入った、入った、入った。あ、オッケーよ。かっこいい機械。あ、いた。いても大丈夫なんですか。まあ、大丈夫です。わー、いた。この配線を、はい、僕は親方分がいるとこまで、はい、持ってかなきゃいけないから。なるほど。ちょっと屋根裏入るから。はあ。気をつけてくださいね。はいはい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ああ、なかなか大変だこれ。これを通す。電気屋さん大変ですね。うん。大変。よいしょ。うわ、すごいわ、ほこりが。よいしょ、ちょっと待ってね。大丈夫そうですか。いや、ちょっと無理かな。なかなか狭いな、これ。最後のとこが。最後のとこが。あともうちょっと。これか。これ、これ、これ。あ、はいはい。オッケー。はい、手つながった。手つながった。はい、ここ。ここね。はい、で、ここ出すよ。はい。でも、あれみたいっす。え？なんかあの、竿っていうのがあるんですよ。うん。これ、こうやって。うん。やったら、あの、登んなくてもよかったんですよね。そうっすね。先言えよ。登んなくてよかったみたいっす。屋根裏入んなくていいのかよ。よかったみたいっす。だよ。入んなくてよかったって意味ねえじゃねえかよな。ざけんなよ。すっげえやってるか。何やってたんすか。え、何やってたんすか。いや、もうそれ一番言われたくないわ。早くしてもらいたいんすけど。はい。早くしてもらいたいんすけど。じゃあもうその器具使ってください。はい。いやー、もうキャッチャーっていう釣り竿みたいなの使うんですね。そうです。確かにこれ通せばいけるもんな。なるほど。じゃあ俺は天井裏入んなくてよかったんだ。これで巻けばいいですね、キャッチャー。今のがこれを通すんで。はい、来てます。はい、来てます。いい。ちょっとミスターマリックリアルですよ。来てます。いや来てます、来てます。これをこう取れなくていいってことですね。そうです。はい、せーの、はい、せーの、そーれ、せーの、そーれ、せーの、そーれ。はい、まった。オッケー。すごい、こんなに解体された。もうこの床しか残ってないじゃないですか。あと床だけですね。早っ。やっぱ3人のチームワークですか。いつも早くないですか。せーの、せーので、ここに上げてですよね。せーの、よいしょ。OK ですか。三上さん OK です。 OK、 慣れてきましたね。あれ、翼ちゃん、この床面ももうないじゃないですか。だからもうここの解体終わり。いや、お前やってねえだろ。疲れたじゃねえよ。お前手伝ってんの全く見てないよ。やってましたよ。お前やってた。やってましたよ、バルト。あれでどっかやった。やりました、やりました。いや、お前伊藤と一緒にあるある動画撮ってるとこしか見てない俺。確かにやってないですよね。一緒にやりました。なあ、一緒にやってないですよね。ほら、いなかったですよね。童貞って100回くらい聞こえてる。ほら、童貞はすごい聞こえた。童貞あるある撮ってただろ。ダメだよ、お前嘘つくのは。別に自分の動画撮ってんのは俺はいいのよ。だけど嘘つくのはダメだよ。ちょっと謝って。嘘ついてすいませんでした。ダメだ。なんでだよ。いや、ありがたい。本当に人数いると早いのよ。早いっすよね。いや、本当だから普通の現場でここまで人数かけれるなんてないからね。
贅沢だな。贅沢よ。コメント欄にさ時々来んのよ、はい、お前一人でやれよって。なんでと思うの。俺一人でやるってどっかで宣言してると思って。すいません。どういうことなんだろうね、あれとかね。一人でやれよって。めちゃくちゃ不満。本当にそんなコメントに対してはね、ごめんなさい、私友達多いんですよ。まあ嫌そうでも俺に人が集まっちゃう状態、そういう状態に今入ってきてる。すいません。なんかやっぱみんなね、いやなんか手と動かしてるじゃん、はい、でもう一個頭も動かしてるんだよ、はい、だからすごい自分が効率いいとこ行ってくれる。俺今どこ行けばいいか分かんない。全然入ってないっすよ。すいません、あれだ。ビスがどこから出てるか分かんないんで、それだけ皆さん気をつけてください。君が働いてるの初めて見たわ。でも実は親方君がこう働いてないようですごい働いてくれてるの。このトラック取り行ってくれたりとか。そうっすよね。そうなの。そんでその電気工事に関してはもうほぼお任せになっちゃって、ちょっとやっぱり足手まといだっていうことが分かった。ああ専門的すぎました。そう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 、まあ俺が手に出していいと思う。もう全部積んだ、はいはい、こんな山積みだともう何もない。うわすっきりした。すっきりしたでしょ。あとはこれ親方くん何してくれるんですか。いやこれちょっと外して、はい、火だけそっちに。なるほど。キッチンのねシンクだったんだけど、はいはいはい、それ外して火は火で捨てれる時に捨てた方がいいから。なるほど。すごいね。そうそうそうね、こうやってそれ言われなくてもできる人たちだから。指示いらない人たちだから。綺麗になった。あ、いや。横川さんやっぱ、はい、上と下をやってるから横川っていうか縦川ですね今日はね。うわー、よく人が言うこと言っちゃってる俺。川を山にして、そっちの方が面白いな。ダメだな俺。僕らができる作業はここまでですもんね。そうですね、ここも壊しましたもん、はい、だからあとは横川さん、はい、あとはお持たせして帰ってないですか。はい、すいません、はい、すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。なんか株式会社セリンの横川さん、色白で中性的な、すごいなんか中性的な感じするんじゃないですか、はい、ね、はい、ただちょっとマスク下ろしてもらっていいですか。ひげを出てるの男。そうです、はい、ということでちょっと残していくことになるんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと横川さん、ここから沖川さんで、はい、沖川さん置いて帰ります。じゃあ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。